今日はですね、こちらのブーストマーク2レイズバックル、そしてフィーバースロットレイズバックルのメモリアルが登場したので、はい、紹介していきたいと思います。さらにですよ、はい、さらにですよ、はい、ちょっと待ってください。ででで、おお、サンドコア ID の新作も登場したので、マジか、3アイテム一気に紹介していきたいと思います。はい、ちょっといつまでもハイライトっすね。ですね、プレミアムでメモリアルなアイテムを紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニではね、デラックス版と比較していきたいと思います。はい、まずこのハンドルの部分ですよ ね、はいはいはい、メタリックレッドになってます。めちゃめちゃ高級感あるね。これかっこよすぎない？かっちょいい。なんかやっぱさ、塗装されたからさ、うん、影ができてさ、造形もくっきりしてるね。確かにね。そしてね、はい、黒いパーツの中のこの赤い部分、キラ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 、おお、これもね塗装されてるんですよ。そこも塗装されてんだ。はい、この部分だね。メタリックレッドがね、本当に高級感ある。高級感あるね。はいはい、わかりますかね。あ、待って待って、まずネジ穴、ネジ穴がねこっちなくなってるんですよ。ないんだ、はい、全然違うな、こう見るとね。見た目一気にねプロップ感出ますよね。プロップ感出る。うん、しかもですよ、実はここのヒンジの部分、はい、使ってる素材がねデラックス版とは違うんですよ。あ、違うんだ。はい、なんでですか？デラックス版は対象年齢がね3歳以上で作られたと思うんですけど、はいはいはい、今回はねプレミアムデラックスということで、はい、対象年齢がね15歳に引き上がったので、塗装がねできる素材を使ってるんです。そういうことか。そうなんです。だからねこうやってね塗装をすることができて、プロップみたいなね再現ができちゃうんですよ。なるほど。そしてね裏面も比較していきましょう。はい、このようになっております。あ、全然形違うね。全然違いますよね。黒い部分がね、造形がね全く異なっておりますね。はい、スピーカーとね電池がね追加されたことによって、はいはい、ちょっとね範囲が大きくなってますよね。確かに。続いてね音声を鳴らしていきたいと思います。はい、今回もさ、うん、メモリアルだからさ、やっぱ、うん、劇中思い出すような音声入ってるんだよね。そうなんです、入っております。おー、ブーストマーク2といえば、うわこれが俺の求めていた力。はあ、いやいや、めちゃくちゃエースになりきってたじゃん。いや最高でした。いやあれいいね、あのさエースがうわーっつって、そう、叫んでから、叫んでブーストレイズバックルがもう飛来してくるんですよ。ビュンビュン来るやつねあれね。それとこれが俺の求めていた力っていう、うん、あの音声がちゃんとなるのめちゃめちゃいいね。最高だね。最高、うん、これはね26話同国にシンクのブーストを思い出しますよね、うんうん、エースが世界の守るっていうね覚悟を決めてから、こうデザイアカードがね4枚出てきて、いきなり出てきたじゃないですか、うんうん、で願いが書いてあって、シュ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 ンって、それでブーストがパーって出てきて、で宇宙で合体して、でそれをゲットして、でそれから変身するっていうのがねめちゃくちゃかっこいいんですよね。もうそれを全部計算済みっていうのがねたまらないです、エースの。そうね、でもテンション上がりすぎてめちゃめちゃ早口になってるよ。はい、もうわけわかんないこと言ってますねまあそのくらいなりきれますし、うん、いやさすがメモリアルですよ。メモリアルだね。そして、はい、持ってきましたレーザーレーズライザー。レーザーレーズライザー、これちょっとつけていきますか。はい、はい、レーザーブースト状態にしました。はい、ということはあれですよ、ジーンのボイスがねブーストマーク2レイズバックルに収録されているんです。そういうことだよね。はい、うわ、2人のキャラクターボイス入ってるのめちゃめちゃ豪華じゃない。1つのレイズバックルで2つのねキャラクターのボイス入ってます。最高です。最高だ。早速鳴らしていきます。はい、じゃあボタン押していきます。はい、お願いします。レーザーレイズライザーには理想の自分をデザインする力がある。だから君を少しだけお礼色に染めさせてもらったよ。もう時差ボケはしないはずだ。粋なプレゼントだな。さあここからがハイライトだ。すごい、最高。すごい、それだけじゃありませんよ。お前の姿もレーザーレイズライザーでデザインした見せかけの姿だろ。本当は350歳のくせに。歳のことを言うんじゃないよベロは思い出しますね思い出すね。はい、こんな感じでね、うわ、28話同国4絆のレーザーブーストをね思い出しますね。最高、あの掛け合い大好きだからさ。いや本当神回じゃないですか。もう歴史に残る神回の一連を再現できちゃいます。最高だよ。てか、はい、あれってメモリアルレーザーレーズライザーには入ってない音声だよね、はい、そうなんですよ。そうだよね、わかりますよね皆さん。ジーンの声がねなんとこんな感じに約50種類入ってます。
50種類やばいです大ボリュームになっております。大ボリュームや、最高、本当に最高すぎる。しかもですよ、その約50種類の中には、はい、エースとね、ジーンのこんな感じの掛け合いも入ってるので、もう長ゼリフもね、ふんだんに入っております。うわめちゃめちゃ楽しめるね。世界観に浸れますよ。最高じゃん。最高です。はい、さらに、はい、ちょっとベルトの見た目なんか変わってますね。なんだ、変わってると思いますけど、はい、もう一音、はい、どうしても鳴らしたい音声があるので鳴らしていきます。はい、ちょっといきますね。ブーストマーク2バックル、はい、お、はい、やばいです。 K は、 K はの音声が入っております。え、なんだこれ、何の音声か皆さん分かりますか？もう多分分かる人はもうあっぱれですよ。あっぱれ本当に。え、はい、なんとですね、はい、ファイナルステージで披露した仮面ライダータイクーン、はい、ブーストフォームマーク2、はいはいはい、その時のセリフが入っております。細かいね。すごいですよ本当に。もうタイクーン好きはたまらないです。あ、はい、そうだね、そうだね、ごめんごめん。もう一音だけでも入ってるのが奇跡です。はい、あっぱれだ。メモリアルバックル、バンマニ。こっちが通常のデラックス版になっておりまして、はい、ちょっとサイドの部分がね特徴的なんで、はい、じゃじゃーん、全然違うね。はい、金色にね塗装されております。はい、キラキラしてる。天面を見るとこのようになっております。はい、もう全面塗装されてますよね。違うよねやっぱね。底面を見るとこのようになっております。ここ塗られてんだね。ここがねいいですよね、この、ここ、うん、側面のここまで、ここね。はい、確かに確かに、はい、抜かりないです。はい、続いてね、音声を鳴らしていきたいと思います。はい、っていうか、今このゾンビの絵柄になってるけど、うん、道長のボイスも入ってんだよね。道長のボイス入ってます。入ってんだよね。道長のボイスだけじゃありません。だけじゃないんだ。はい、はい、まあね、フィーバースロットレイズバックルって結構いろんな方が使ってると思うんですけど、使ってたね。エース、エース、K はネオン、ネオン、道長、道長、ウィン、ウィン、だけじゃありません。だけじゃない。サエさんのね、ボイスも入っております。サエさんも入ってんだ。すごいですよ。え、初なんじゃないですか。そうです、サエさん初めて。そうですよね。はい、計ね、6名のボイスが入っております。楽しみですね。豪華すぎる豪華。では音声鳴らしていきます。死を覚悟するな、必ず勝ち抜けると信じろ。続いて K は、あ、K はのセリフありじゃん。あれですね。ウォーター出した時のセリフです ね。これ引いたかって感じのね。そう。続いてウィン。え？忍者？まあ、いっか。じゃあ続いてサエさんのボイスお願いします。はい。行きます。そうよ。ここであんたたち二人が脱落すれば、私がデザ神になれる。いいですね。これは次元爆弾ゲーム。そうですよ。なんかいいですね、やっぱネオンちゃんとの友情がありますから。あったね。クールな感じがいいですね、喋り方かっこいい。うん、サエさんのねボイスが入った商品初めてですから、うん、サエさんファンはもうぜひねゲットしてください。じゃあ続いてゾンビの絵柄にしたということで、はい、道長のボイスをね鳴らしていきます。お願いします。いきます。安心しろ、お前もすぐに行かせてやる。来ましたね。来ましたね。道長らしいセリフ。邪魔神のね力をね手に入れて、もう最強ですからね。最強だからね。こちらのねメモリアルブーストマーク2レイズバックル、これをね使うことでもっと楽しい遊びができちゃうんですよ。もっと楽しい遊びやりましょう。やりましょう。はい、じゃちょっとまずフィーバーレイズバックルの方から、あ、こっちからセリフを押してみてください。はい、行きます。おい、なんで蹴ってんだよ。お前最強なんだろ。バン、きたー、来ました。36話です。はい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 、はい、ギースとバッファのあの夢の共闘、はい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 、あのシーンの一コマのあったじゃないですか。こう道長をね蹴ってでバンってさらに打つっていう、バンってちょっと効かないっていう。そう、いいですね、あの微笑ましいやり取り。 あれがね再現できちゃうんですよ。最高っすね。これはもう2つゲットするしかないです。もう一個なんか新しいギミックあるって聞いたんですけど。そうなんですよ、今回のフィーバーソルトレイズバックル、狙ったフォームが出せるような仕様になっております。マジっすか。そうなんです。まあデラックスは今、はい、ここにあるんですけど、デラックスはね今ゾンビにしてても、はい、ピューンって回したら全然違うモンスターとかがねゾンビ出そうと思ってもねモンスターが出たりね、ちょっとね苦労したと思うんですけど、はい、ここで調整するんだよね。はい、ここでねダイヤル回して調整したりしたんですけど、はい、今回は違います。狙ったフォームが出ない可能性もあるんですけど、はいはい、高確率で狙ったフォームが出せる仕様になっております。高確率で、はい、ちょっと高確率ってどのくらいなのかちょっと知りたいですね。知りたいですよね。はい、このメモリアルフィーバーバックルがどのくらいの確率で狙ったフォームを出せるのか、正解は
では今回はゾンビを出していきたいと思います。10回連続いってみます。このように狙ったフォームを出すことができます。うわー、バリバリ出たからね10回やって10回成功です。ねえ、検証した回がありましたねちなみに、はい、ゾンビだけじゃありません。お6個のね、絵柄あると思うんですけど、はい、それぞれ6個全部ね、狙ったフォーム出せるようになっているので全部、はい、もうモンスターとか出てたじゃないですか、うんうんうん、劇中でも、うんうん、そういうのもね、できちゃうので、うわ、皆さんぜひね、狙ったフォームでね、試してみてください。バンマニ。続いてはデラックス仮面ライダーサウンドコア ID セット05 BGM エディションを紹介していきたいと思います。こちらはですね、サウンドコア ID シリーズで初めて BGM を収録した商品となっております。おー、 BGM、 はい、 BGM 鳴らしながらこう変身するってやっぱ、うん、劇中再現したいじゃないですか。したいよね。エースのあのピアノのやつあるじゃないですか、さあここからがハイライトだったんですけど、はい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 、あの BGM 鳴らしながらやっぱ変身したいじゃないですか。したい。それが再現できちゃいます。なるほどね、はい、でもここギーツと今タイクーンじゃんか、はい、でもこれナーゴとかバッファになりきり遊びしたいときで、これどうしたらいいんですか。これはですね、あるじゃないですか、ここにありますね。今回付け替えパーツがありまして、はい、これね、今までと違うんですよ。ここをねカチッと取り外すことができまして、はいはい、でナーゴにしたいときはこのナーゴのパーツをこのねパーツをカシャッとつけて、仮面ライダーナーゴになりきることができちゃうんです。天面の差し替えができるんだ。そうなんですよ。あ、なるほどね。はいはいはい、はい、これでカチッとはめれば、はいはいはい、仮面ライダーバッファです。バッファだ、はい、横から見るとね、白い部分が目立つのでね、うんうん、ちょっとギーツっぽくなっちゃってるんですけど、うん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 、はい、こんな感じでね、今セットしたんですけど、はいはいはい、見てください。全然違和感ないですよね。全然違和感ないね。すごくないですかこれ。あ、はい、ちょっとバッファもやってみますか。うん、やってみたい。これ取り外して、おー、 おー、バッファや。すごい、全然ね、タイクーンの緑が目立たないです。目立たないね、バッファだ。はいはい、素晴らしい商品。こんな感じでね、表面のパーツを入れ替えることで、うん、いろんなライダーにいろんなね BGM でなりきって変身することができちゃうんですよ。遊びの幅広がるね、うん、ちなみにですよ、はいはい、こちらにすでにね発売済みのサウンドコア ID 用意しました、うん、ちょっとね比較してみていくと、はい、はい、高さ気になると思うんですけど、はい、こんな感じで変わりません。変わんないね、はい、すごいですよね。これ天面を入れ替えることもできるのに高さ同じっていうのがね、うん、パワーアップしてますよね。そしてね、収録してる BGM こちらになります。はい、いいですね。もうバトルの時には欠かせない欠かせないBGM 勢ぞろいしております。勢ぞろいしてるね。ぜひね、こちらゲットして BGM 鳴らしながら変身をやってみてください。バンダイマニア。いや、最高にプレミアムで最高メモリアルなレーズバックルでしたね。はい、ほんとね、技術熱が収まることはないです。ほんとにそのくらいのね、勢いで登場してますし、はい、まあ、何よりね、ほんとセリフもね、大ボリューム、さらにね、うん、塗装もね、グレードアップしてるので、ね、うん、最高ですね。最高でしたね。もうとことんね、遊び込みたいと思います。ぜひ皆さんもゲットしてみてください。プレミアムデラックスメモリアルブーストマーク2レイズバックル、プレミアムデラックスメモリアルフィーバースロットレイズバックル、デラックス仮面ライダーサウンドコア ID05 BGM エディションは7月1日月曜日16時から予約開始になります。皆さんぜひゲットしてみてください。今日の動画はりっくんとイデボーがお送りしました。バンマニでは仮面ライダーギーツの商品も他にもたくさん紹介しているので、ぜひ概要欄をチェックしてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。